おはよう。12月11日、あー読めなかった、読まずに飛ばしちゃった。よし、12月11日やっていこう。おっと、早速緑の男が話しかけに来るか。はい、何ですか。昨日はありがとう。僕の腕も落ちたもんだよ。そんだけか。はい、今日はインポールアルストツカからの輸入を全面規制。貿易省の要請により入国省はこの侵害行為に対し制裁。インポールの入国者は拒否と。子供みたいなことするね。一応読めてなかったからこれか。インポール貿易制裁開始と。これがあったせいだね。指名手配は置いといて、入国制限があると。オッケー。やっていこう。オッケー。目的が仕事。あ、インポールか。すまん。ダメなんだ。おっとい、とい、そっと。素直に帰るんだ。はい。これちは。観光。何ヶ月？おぉ、違うやん。よっと。オッケー。これ確認。ID 確認。期日は問題ないか。これじゃなんで西グレスティンで合ってますね。身長も問題ないかな。間違えた、こっちだ。うん、行っていいんじゃないか。うん。これじゃないよね。あれ？あー、性別か。また初歩かよ。ああ。ニルスク出身ですけど。この人多分いいんじゃないかな。一応名前確認。パラディズナ、行政も確認しとくか。オッケーですね。こっちの地域も、オッケー。はい。ああ。それどうも。OK。スカール。OK。働く予定と。働く予定つったな？ 1 年。働く人は、これか。ちょっと時間が空いたから、あれ、あ、ないのか。操作が、あ、おいおい、おぼつかないことがあるけど。まあ、大丈夫でしょう。これさえ覚えてればいけるける。シングルトン。観光14日。期日。うわぁ、問題ないか、これだと。名前と、あったー、いきなりだ。名前が違うのか。OK。A と R か。間違えた。関係ないの押しちゃった。オッケー。問題なしかな？うん。解決済みになってるはず。オッケー。ID 確認。オッケーかな？はい。シングルトン。2週間。乗り継ぎ2週間ね。オッケー。期日問題なし。顔も問題なし。ここも問題ないな。あと、確認するだけ。名前も問題ないかな。うん。いいんじゃない。あ、待って、体重が違えわ。あぶね。ちょっと。どっちだ？どっちでもいけるぞ。
どっち？セーフ。いてよし。おー、ジョルジか。体重が。まあ、聞いてよ。神さん料理下手なんだ。でも食べないと怒る。おっと、多分あんたはこれは気に入らないな。オッケー。よっと。どっちでもいいんだけどな。まあ、逮捕しよっかな、今回は。今回もかな。ちょっと副業やるんだ。通してくれたらいいもんやる。いいもの？10クレジット。人権のハンコ1個で10クレジットやる。ま、いいよ。通そう。今回はやっぱ。よし。またちょくちょく来る。わー、色。わー、色。容疑者なの？密輸の容疑者。半年。え？なんか違くない？あ、働く予定か。いいのか？あぶね。速攻だ。オッケー。忙しかったんだ。仕事だろ、これ、来るの。はい、次。よっと。親戚に会いに？ 30。オブリスさん、スカール、性別問題なし、ID 問題なし、期限問題なし、体重、身長は、身長一応かかっとくか？まあ問題なしか。ハンコも問題ないな。スラッシュの向きも一緒だし。オッケー。はい。あれ、ベドールってこれ中じゃなくね？あったわ。これ中だったわ。問題なかった。なんて？仕事3ヶ月。名前オッケー。名前オッケー。ID オッケー。ID オッケー。期日オッケー。身長体重問題なしかな。はい、オッケー。行ってよし。次。あれ？指名手配犯、こいつやーん。ジョルジからもらったからよかったもの。そのせいで罰金みたいなもんあるけどな。身長体重問題なくて、誕生日問題なくて、顔問題なくて、アルストツカパラディズナ、地区はバーントン。オッケー。音、こ？あぶねえ。オッケー。どっち？この人最後か。かー、男ですね。顔がちょっと不釣り合いな気もしますけど。体型、というか体格で。あー、下5時。じゃない、6時。絵を息子が描いてくれたと。昨日プレゼントしたクレヨンでね。まあ罰金あったけど、賄賂から半分なくなったぐらいだから、まあよしでしょう。というわけで、おやすみー。